ここがヒスタリアか。さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだウソップ。残念だけどあなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん、君も来たのか。いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまりあなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして。どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけみたいね。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ。俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする。じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。え、迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おいおい、チョッパー。なんだ、どうかしたのか。向こうで何か戦ってる。え、あ、この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。ウソップ、早く助けなきゃ。そうだな、とっとと向かうか。妙にガランとしてやがる。なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ。草の化け物にやられたんだ。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら、
襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて、僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん？チョッパー、ゾラー、お前ら来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。これ相手が多すぎるぞ。大丈夫かな。俺の多彩な変形で見せてやる。必殺火炎星。来いよ、切られる覚悟。切る。俺に任せろ。トゥーアームポイント。モンスターポイントも制御できるようになったし、もうみんなに迷惑かけねえぞ。俺もだ。弱いままじゃ生き残れねえ。ウソップ、無事でよかった。当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か。しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっき会った坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。ん？そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか？それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって…え、何のこと？その浮かんでる輪のことだ。あ？分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光のは、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたのお兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。
によると薬草はこの辺りにあるはずなんだけど、手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あう。なあ、みんな。どうした、チョッパー。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。わらわらと集まってきやがって。効かねえなら切るまでだ。必殺カエボシ。俺だって戦えるんだ。俺に任せ。そっちか。刀の旅にしてやる。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。少し強くなったぞ。これが薬草だ。でかした、チョッパー。ボズ、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せー。このガキ、その薬草をよこしやがれ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。
仇じゃねえな。おい、おっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。ああ、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、お前ら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな、坊主。今助けてやるからな。肩慣らしといくか。三刀流奥義、三千世界。まだだ。どれ。うん、俺に任せろ。どこに妖が撃ち抜く。これでどうだ。まだだ。修行にはちょうどいいな。まだだ。みんな怪我はないか。どけ。相手にと、悪くねえ戦いだった。おかげでまた一歩強くなれた。坊主、あれ、あいつどこ行ったんだ。うるせえ、おとなしくついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持ってきやがった。おうぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて暴走返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ？スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ、用心棒の先生。なんかこのパターンさっきも。てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ、食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。あ、俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。
準備はできてるぞ。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天ウソップ、やれ。おお、トリノ。行くぞ、俺についてこい。サッペいつでもいいぞ。トラッよし、行くか。刀のためにしてやる。相手が強そうだからって逃げ出すわ。ど真ん中だ。誰か早く止血を。これで大丈夫なはずだ。俺のほ…すごー、そんな、サンドラオオトカゲの先生が。おい、スナファ、まだやるか。許してください。ボス、大丈夫か。はい、ありがとう。お兄ちゃんたち、母ちゃん、大事にしてやるよ。ありがとう、お兄ちゃんたち。ねえ、ウソップ、ゾロ、チョッパー、無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが、ありゃなんだ。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかしら。つながり？記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ、リム。記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。